に今配信始めるから伊佐治さんと倉橋さん試合です。伊佐治さん倉橋さん試合です。テストテスト、ただいまから当日予選を始めます。そうなんですよ申し訳ないですが、配信始まってるんですかね。はい、じゃあフォックスちょっとグダグダっと始まりましたが、ただいまから当日予選を行っていきます。当日予選は9チーム、8人と8トーナメントに0回戦1個ベスト8からプラス0回戦1個ということで、まず0回戦のザ・カーニバルとニュートン大山の試合を行っていきます。チーム構成はザ・カーニバル、黒岩ホンダ、大西 DJ、 博士ダルシム、玉島バイソン、ニュートン大山、若松ベガ、イサミジキャミ、倉橋龍、ハーデストボーイとなります。チャットで見ている方もしおられましたら音声と問題ないかコメントいただけると幸いです。今1台1台10秒 OK。 じゃあ先方着席してください。どうしようかな。ここ若干タイムラグあるんだよね。見ながら喋りたいから、すいません。ちょっとここの視線通していただけるともう申し訳ないですが、はい、ありがとうございます。はい、それでは準備整いましたので2018フォックス当日予選スタートです。さあ先方戦はホンダ対 S ホンダ、黒岩ホンダとハーデストボーイ S ホンダ、いきなりわけのわからない試合。さあわけのわからない試合ですが、実は関西ではキスモンド対長田正月で割と頻繁に見かけるカード。さあ黒岩ホンダが攻め立てる、あっという間に大差がついた。このカードはリードされると S ホンダちょっと攻めづらいんですが、先にリードを取れば S ホンダの今度は判定の強い通常技が生きてくるという、そんなカードなので、どっちがリードするかは重要。さあしかし黒岩ホンダが冷静に攻めている。さあこれは今のところパーフェクト。さあ対応が完璧。さあ黒岩が1人抜き。さあ次のラウンド1までに、キャラを決めてください。決めらんない場合は指名になります。さあ出てくるのはついにニュートンの重鎮若松ベガさあこのカードしかしキャラ相性的にはかなり厳しいので、まあただ倉橋が大将だとするならば、まあベガとキャミーならまだベガかという話なんでしょうか。しかし黒いワンが強いさあおいちょ飛び込みから無理はしない、ダブルに当てて表からいく投げ。さあ画面端に行ってしまったが、しかしこの辺は老快な立ち回りを見せているがちょっときついが、投げてもっと受け身がないがったが、今のホバーは少し厳しかったか。さあ副将はイサジキャミ。次はちなみに次の試合は裏切り者にはしようと寄せ集めになります。さあしかしイサジキャミかなり手堅く立ち回っている。本田戦は慎重に慎重、奇数がつながってないが、あっと捕まった。さあ小足が決まって1ラウンド目を取ったのはイサジキャミ。さあ先端スパイラルで冷静に削っても投げる。さあ100列が当たって頭突き、この2発で体力がこんなに減っている。最後は小足を大一丁はめに行きました。話とはいえ小足で重ねるのは結構勇気がある行動と言えるんでしょう。さあ大好き、さあ苦しいが奥投げ、最後は相打ち。さあ黒岩3人抜き、大将は倉橋龍。伊佐治さんちょっとしゃがんでもらえるとごめん。まずはこの黒岩を止めたいが、さあ波動拳、まずは龍の前で試合が進んでいく。さあ画面端ゲージも溜まって、これは削りで使っていく、この方がまあ無難でしょう。さあしゃがみがパレ打ち、あっと引っかかったが、これは食らって浮くが、まだ大一丁は鬼武蔵は食らえる体力だったので波動を打ちましたね。さあダウンして画面を押していく。さあこの第2ラウンドも龍ペースで試合は進んでいく。さあここはまずは様子見して削ったが、さあ上が出ないが大事には至らず、さあ引っ掛けて昇龍、これは決まり木。さあとりあえず一矢報いた。続いて出てくるのは大西 DJ。 まあベガ使いとして有名な大西さんですが、キャラ編成の関係上今回 DJ サビキャラで使っているのは結構見かけますんで、その実力やいかにといったところですが、さあくらい投げスライディング、さあ関東はちょっと DJ が少ないので、さあ今のところ大西 DJ が圧倒している。さあ真空、おっと重ねた。さあ体力ほぼ同じぐらい、しかし飛び蹴り一発当たれば死ぬので龍も全く油断はできない。ちょっと怖いが、さあどうだ、飛んだ、当たらない当たらない、今当たったかと思いましたが当たりませんでしたね。投げて昇龍拳、さあジャックスカッター投げている。さあおっとジャック打っていく。さあめくりを先読み気味に今ジャックを押しました。さあ3ラウンド目はあっと暗い投げ。さあ対空はちょっと不安がありますが立ち回りでカバーしている倉橋龍。さあそしてめくってスパコンが入って最後はフィニッシュ。さあ0回戦を勝ち抜いたのはザ・カーニバル。さあそれではそのまま1回戦第1試合裏切り者にはしようと寄せ集めでタマちゃんのところのカーニバルはその次すぐ試合で、53私の戦闘力が53万ですとカーニバルが試合になります。準備しといてください。さあ 1P2P は決まっているのかな。どっちがどっち。裏切り者には塩が 2P みたいですね。はい、じゃあ準備できたっぽいので、じゃあ着席して始めてください。1P がすいません、ちょっと私に筐体見えるように、そこだけ見れるように、すいません、ありがとうございます。さあ先方は AOBS 剣と、杉ガイルかな、S 剣ガイル。S ケンガイルはかなり熱い勝負、まあ S ケン有利と吉尾が言ってますが、まあ、かなり強流通常弾が強いんでね、まあ、流線とはまた違った戦いになります。とはいえ真空がないのはだいぶ楽なところ。投げてさあ昇竜拳ゼロドット最後は波動拳。さあ裏切り者にしようチームは残儀が2体いるのでガイルは真っ先に排除したいはずですが、さあ昇竜拳出ないが投げてさあ踏み込みダイスとソニックが1。さあ前飛びがなかなか返せない。さあここでタコ様を投入。左足さあ今 AOBS にいい動きですね。大大いやいやお前が盛り上げろチームメイトなんだからさあセロテープが解説に盛り上げろと言ってますが完封されてるっぽい。タコ様頑張ってほしい。さあ林まあただいくらね S 剣強いといっても道着系ですから残儀は頑張れると思うんですが、さあタイム出なかったさあクライパイルこれ浮き目ないやつめくりじゃないがさあバッカ目足さあいいが回し蹴りさあまだ対処してロテープは取っておくダイヤパッカ減るさあ間に合うこれが S キャラさあクラッシュさあアパート大足の空振りさあ投げて前飛びにロケッティアさあ相打ちだがこれは S 剣が有利な展開3ラウンド目も打ち合いですがさあ S サガの恐ろしさは下大会で飛ばして下大会で対空とかわけのわからないことができますがさあこれは見てからは飛べないんですねさあ上が出ないがさあどうださあアッパーカットが出なくて昇竜拳さあ AOB3 ターンで大将セロテープもう勝ったと 1P 側は大騒ぎさあセロテープの秘密兵器さあザンギにカーソルを合わせてからセロ S ホーク登場まあ回転系だからね使えるでしょうさあ判定の強いジャンプ大パンチを持ちますが完全無敵の昇竜拳の前ではあまり意味がないさあ投げて受け身はないよさあ投げられている上り切りその上り蹴りさあダブラリがない不便を感じているさあ正面アントビもできないさあ昇竜拳これはきついぞ上り切りさあ AOB が4立て勝ったのは寄せ集めそれでは私の戦闘力が53万とザ・カーニバルエントリーの受付を誰かやってほしいかな誰も無理か事前手伝えればあそうそう金回りなんでちょっとあんまり変わらないそうだよねまだここの丸ついてないところがエントリー2なんで来たら受け取りとパンフ一部渡すのをお願いしてさあ相変わらずチームメイトのように混ざっているユリッチですが、全く関係ないはずなんですけど、何なんですかねお前同じ大盛りのとこ行っとけよ、当日予選なんだから裏切り者じゃねえか単なるさあハンモック対玉島バイソンブランカ、これは結構きつい。まあ玉ちゃんを出番なかったんで俺温めとくわという感じでしょうか。さあアッパー透かし投げはバレていたがコパアッパー、おおさあ散々散ら他の選択肢を散らすから最後は掴む。そうなんです、待ってもきついんですが、これバイソン攻めても強いカードなんです。なんでこの後なんもないんですよね。ここがきついところ。さあやりたい放題やっている。まあまあまあといったところ。さあこれで誰が出てくるのか。53万、さあ出てくるのは川島さんは確か DJ だったっけ。バイソンじゃないんですよね確か。そうですね DJ ですね。さあ画面端に貼り付けになっている。さあことごとくエアスラの出足を叩き潰されている。一応5分ぐらいと言われているこのカードですが、まあ大船理論はね聞くに値しないまであるので。さあどうだ投げて暴れていく。まあ、永田正月もダイソンだけは苦手としてますのでなるべく倒しておきたいところですが、うわすごい暴れ方してるな。投げ返してさあ交番つかむ。さあまあグランド。さあ弟さんですかね。画面足つかむ。さああの連携は違うね。さあうまっおあるか。さあもう何もガードできないがそうなるよね。今のは何にももう確定ですね。投げて掴んでヘッド音見せたが掴んで、さあなぜかコパンを刻んでからの削り。さあ大将の圧勝罰おいバイソンかよみたいな顔してますが、まあ DJ もですけどね、まあでもねバイソン殺せればねちょっと面白くなると思いますよ。ここが一番今たまちゃん伸び伸びいけてると思うんで相当きついと思いますが、さあピヨってはいはいはいと打っていく、さあうわ打っていく、さすがに飛び越し台が通さない、すごいですねあのヘッドの当て方が遅らせ読みヘッドさあ掴んで掴んで、さあ有無を言わせない永田の圧力、さあそしておおうまっ、あーっと反応できない永田、どうだこれ、ゼロドットか、これゼロドットなあ、うわーっと逆立つ、さあ即大西で仕留めに行くかさあここは本田をぶつける、飛び越し5番100列大頭突きですね、はい文吉コンビネーション懐かしいですさあ横綱と結構このカードやってますが、最近はちょっと横綱が押してる感あるんで、黒柳さんは S 本田戦を仕上げているという感じではないんでしょうが、まあ普通に同キャラのイメージでやってるんですかね。さあ待てる男かどうかが割と問われるこの戦い、そして永田正月は待てない男として割と定評があります。さあ解説に困る年の瀬らしいのか、これは年の瀬らしい対戦内容なんでしょうか、よくわかりませんが、さあ待っているが、さあこのラウンドはしっかり待っている、チームプレーができているぞ長嶋松スラムダンクじゃねえかさあ時間が微妙、さすがにね、古川じゃねえんだよさあさあ削ってリードしたのは黒いワン、そうなんですね、しこぎり結構、ああさあ打ちちょっと苦しいが、さあここで待ちに入る黒いワン、さあ引き方どうだ、おおよし通常まで、あっさあどうだ、息が詰まる、打っていく、まあ、前歩き確認して打つのはいいですね。確かに鬼無双もあるので時間がない、待ちきったらまた、さあ残すは大西博士の2枚、プレッシャーかかってくるがどちらが行くか、大西さあ、しかし DJ は相当相性が悪いです。大西 DJ にどこまでS 本田戦なんだよね、ちょっとまた違うんでしょうが、これは捕まると、これはあっまだ全然わからない、さあ踏ませた、おお飛ぶ、あ腹さあ闘技強センター、まるで思えない緊迫感。さあこれはスライディングさしたがうまいさ、今の半角取った。おー、よく5番今投げ入りそうでしたけど、あっスパコンじゃなくてスライディング。さあ必死、お互い。さあこれは正面、大抵バナしたー。さあちょっと最後どういう読み絵があったのかというところですが、さあ続いてどうもはじめましてと ASN48。 さあ永田正月健在ぶりを見せつけましたが、さすがに4人相手は荷が重かったが、まあ、博士正月も見たかったんですけどね、大西君が踏ん張りましたね。那須さん暇だったらマイクでもどうすか。あー負けちゃった。お疲れ様でした。いやいい試合でしたよ。さあそれでは SGT お疲れとかよ。はい、ありがとうございます。どうもはじめましてと ASN48。 さあ次はさあもう始まってますが、先方はお茶丸さんの本田とお茶丸さんと宮さんの件ですね。さあピヨっている大一をちょっと安いが死んでるね。ですね、お茶丸さんの方がどうもはじめましてが 1P 側ですね。 2P 側が ASA の48です。さあ宮さんの剣うまいんですけどね。さあ飛びはさあ投げる。さあ大足いい体育、これはさすがにきつい。こんなきついですね。投げはちょっと驚きましたね。さあ配信ではこのゲーセン本田しかいねえぞと言ってますけど、いやそんなことないですよ。確かに本田多いっすね。さあ100さんから頭突き、さあお茶丸本田がお茶丸さんが強気にいってますね。さあ空対空しようとしましたね。X 本田はまあ空対空やりたくなりますよね。やっぱちょっとの信頼度がないんで、あの位置は飛びたくなるんですよやっぱ。さあいい一文字からパズ付き、さあ鬼無双死亡圏内でしたね。さあどうする。さあ2番手は誰がいけるんですかね。さあ有望は出せないでしょうから、いや薬屋さんです。まあ薬屋さんは出せないでしょうから、ダルシムかバイソンということになると思いますが、さあそうですね、ベイロンは手さんがいくようですね。この組み合わせはダルシム的には止めておきたいんですけれども、大会ではでもやりたくないっすよこれ。まあ、一般的にダイヤはダルシムの方が上って言われてますけども、全然本田勝つビジョンの方が多いんで、そうですね、期待値が違いすぎるというのがね。投げてここはおっと安全に後ろ下がるかと思ったらドリルでいきましたね。さあ対空失敗というところなんですよね。中継一黄金パターン、あの場合はチョップが潰れることがあるんでね、かなり危険です。さあ開幕第100巻ですね。さあこのねノリノリでくる大攻撃と必殺技だけの本田、これで普通に死ねます。そうね一番怖いパターン、一番怖いパターンです。大会で当たりたくないパターン冷静な爆弾処理が要求されるという。さあそしてバイソン、フランさんですね、フランさんのバイソン、海外からお越しいただいております。え、あれ日本在住じゃないか、フランさん。いや、知らんけどさあ前飛んで、さあここはきっちり待ってますね。さあ相打ちになった、これは痛い。さあしかしちゃんとヘッドを出していって、おっと繋いでいく。さあバイソンとして、おっと鬼無双フルヒット。そしてしかしここからはこれは何も入らないが、そうですね。さあまだまだ全然、おっとジャブを貫通。連射力大事なこと、自分も期待して打っちゃう時ありますけどね、食らってもどうせジャブ一発だろみたいな感じで、まあ、実際にはジャブ一発プラス削りが来ることが多いですけど、一応頭突きが間に合っちゃう時があるんで、バイソン側も無条件でいけないですね。いや一応ね、ぶつき間に合わないよ。いや無双は間に合う時あるし、あ、まあきっちりグラウンド重ねてればヘッドも出るんで一応。さあこれは後ろに下がってジャブ連打で何もしないよという意思を見せるとのが強いというね。さあ引っかかって、あれきっちり頂点付近で下り出しておけば止まりますよね。止まるはず。さあ鬼無双、さあ大いちょにはいかず。さあこれは変な当たり方した。あっと中盤グラウンド入れておきたかった。立ちガードのモーションが変なんで、ああいう当たりがするんですよ。さあ鬼無双を打っていく、この試合2発目。さあお久しぶりの薬やフェイロン、いきなりきつい状況で回ってきました。さあお茶丸覚醒してないと。確かに覚醒してますね。さあ覚醒コマンドを使えば1回行動が増えますからね。スパロボアムロで覚醒4回行動とか強すぎだろ、そんなのあんの。さあ薬屋がフェイロンホンダはちょっと厳しい。しかし昔、おっと手前に落ちて、逆列水色フェイロンの攻略、なんかホンダ攻略とかやってたような気がするんだけど基本大パンで待つんだよね。まあそうですね。そうバックジャンプはエースフェイロンじゃないと落ちないんで。ああしかし5段入る、おっときっちりホンダに入れる。さあ知恵、これはうまいですね。バックジャンプ大パンで落ちるのはエースフェイロンらしいですね。さあこれはおっときっちり入れていく。ジャックパンからだったらつながるんですよね。さあ支援と当てて、さああとは大パンでそう攻めない意思を見せていくと。さあ止めた。さあそしてどうもASN48 は2人目誰、あ3人目か。さあこれはなんとかキックリ、まあヤンさんですね。え違う、あヤンさんか、ヤンさんです。ベータラリエさんそう S バルログ、 S バルログなかなか見ないですね。そうですね、しかも台湾からの資格。そうさあ投げていく、なぜ S バルなのかよくわかりませんが、まあしかし基本の能力は高いからね。キャラでやっぱねテラーがねえのはまあでも飛びと爪だけでも十分強いということは、爪を折れると拾えないんでね、まあそうね、そこが一番の、だから全力で爪を折りに行くのが。さあ折れた、何もなくなる。さあクリアフェイロンが抜き返して、さあペースもつかもうという状況ですね。さあしゃがみ台攻め、さあレッカからレックモード、これはエースバルログだと抜けるのきついんじゃないのか。さあつながっている、つながっていて、これはショーパン飛び、あのショーパン飛びを見るとなんとかレッドさんを思い出しますね。長野にご在住のショーパン飛びから立ちショーキック重ねとかね、なんか銀色のフェイロンですよね。そう確か。さあそして ASA の48出てくるのは龍、誰だ、デレローさんだったかな。デレローさんが自分存じ上げないんだけど、私もちょっとノーデータです。まあ我々関西勢なんでね。はい。さあ薬屋が攻めていく。さあ薬屋圧倒している。仮にもあれですからね、モア勢の残党ですからね。残党言うな残党言うなさあモア勢のボスのたまちゃんから連絡もよこさねえと。昨日ヘイに先生いましたよそれまた渋川の残党のね藤井君と対戦してたという。さあこれ削りきれなかったが、おっと真空食らう。さあデレローさんが取り返す。いい真空でしたね。そうですね。まあフェイロも打ちたくなりますよねあれ。まあガードしてくれば勝ちですからね。さあ中足ワイヤー。さあちょっとこれはやばいんじゃないか。流れが変わったか。しかし投げていく。さあ昇龍からめくり竜巻。さああれか。さあガードさせてって一気に運ぶ。これがすごい距離運ぶね。さあ支援で勝ったな薬屋。さあさあラスト引っ張り出されましたね。さあ吉尾か吉尾のフォークか。そうなんですそして薬屋さんはこういう対戦は得意だったはず。そうね、待てる組み合わせは相当得意だったからね。さあしかし S フォークしゃがみ銃キックが異常に強いまあ X よりは全然いけるんだろうけど、それでもどうなんだろうって感じです、ね、しゃがみショーパンでレッカー止まるんじゃないの。止まっても別にレッカー打たないっしょ。まあヒットした時だけって感じだろうけどね。基本的になんか立ち台キックブーム振ってるだけだと思う。ああ立ち台パンとかね。さあ投げてくるさあ今度のこの奥からしっかり逃げている。しっかり逃げてますね。しかし立ち台系めっちゃ減りましたけどね今2発で。あと一発圏内までいったさあ吉尾が様子をうかがっている。上を通してきた。さあしゃがみ台キックあれ相打ちで転んで結構美味しいんですよね。 S の台足は強いですからね。まあただねフォークの台足ってそのまま置き攻めいけないからね。さあしゃがみ台パン台打ちすごいな。さあ劣化神経まで入らなかったが、さあおっと台足。そう台足がやっぱ速いですね。速いの速い全然手が速いよ。あそうなの知らなかった。さあ使わないキャラクターのことなんて20何年か知らない。これやばい無視ですからね。さあこれは安全削り。あそこまでは完全におお前歩いた。さあ神経で削って勝ったのは薬屋が逆4盾さあどうも初めましてですね。はい。さあ次の試合はグッチ会と大盛りで非常に熱い組み合わせとなっております。さあよく知ってる8人が当たるという。さあ友座君ガイルじゃないのかって、まあキャラクターの関係上、まあフォークを使わざるを得ないという状況でしたね。さあ大森はですね MB 鈴鹿、今回ユリッチという裏切り者がいるのがちょっと問題かなっていう。裏切り者なの？さっきねタマちゃんのチームを応援してたから完全に裏切り者でしょ。なるほど、うん、直接対決になった時にどうなるかわからないと、うん、下手したらねわざと負けるまであるよさあじゃあ始めていきましょう。はい、じゃあ着席して始めてください。1P 側が大森ですね。 1P 側が大森で、2P 側がグッチ会。グッチ会はあおっとグッチ、そして大森は鈴鹿。そうですね、よくやってるがグッチさんとしては相当厳しい戦いになるんじゃないかと。やっぱりこの 4on4 はダルシム相当ネックになるキャラクターですからね。そうですね。98キャラの中ではやっぱダルシム、チュンリー、この2体じゃないですか。龍、うん、ですね。あ、まあ、チュンリーですか。あとさあ高いドリルからきっちりお釣り入れて、やっぱりピオりますね。ピオるよやっぱ。さあちょっと鈴鹿さん硬いですね。さあ鈴鹿さんとしては落ち着いた立ち回りでいきたいところですが、そうですね。おっと竜巻合わせてく、そのまま投げて受け身がない。まあしかしおっと竜巻、さあそして配信に割り込むたまちゃんの笑い声。さあジャンプ中継、さあ落ち着いていけるか。おっとショーパンショーパン、あ苦しい、出しも苦しいこれ。さあ間合いを詰めていく、そういうインフェルノ削って、おファイヤーマジか。おっとユンピョ失敗、きっちり真空入れ込んでましたね。あそこからドリルすら投げとかにしてたら抜けてた可能性もあるんだよね。まあ手前打ちしてすら投げはないですね、さすが。手前打ちしてすら投げはないですね、さすがに。当ててすら投げはありますけど。さあそして出てくるのは MB。 さあこのバイソンは痛みを知らないバイソンとして、鈴鹿さんちょっとしゃがんでもらえるとごめんなさい、お願いします。下がるぐらい、下がってもそれで大丈夫です。さあ MB がゴリゴリ攻めていく。さあ竜巻、さあ掴んでさあこのバイソンは調子に乗せると本当にめちゃめちゃ怖いよね、うんそう大会でバイソンと当たるときいかに黙らせるかっていうのが重要になってくるからさあなんか反応しようとしてくらってるが、さあちょっともう一発たまる圏内ではなさそうですね。さあグランドもうちょいでたまりそうだったんですけどね、ためれませんでした。いやじゃなくてバイソン側が、あバイソンはたまらないですね、うん、さあヘッドで抜けて、まあ丁寧な波動、ここら辺グッチさんやっぱうまいですね。そうですね。さあめくり竜巻から投げて大足うまい。さあ15歳掴むさあヘッド、さあヘッド、さあ恐ろしい圏内になった。そしてもうクレイジーじゃなくてヘッドだね。あっちの方が確実か。確実です。一度と削るんだったら確実ですね。あっちの方は絶対いいです。クレイジーは重ねるタイミングがちょっと難しいんで、ちゃんとやれば大丈夫なんですけど。なるほど。さあそして出てくるのは鈴木バイソン。さあバイソンはというかザンギア、やっぱとザンギア取っておきたいところですけれども、この組み合わせ正直微妙じゃない。うーんまあいい勝負でしょう。さあこけて、まあ画面中なんでね、あーやっちまった。いやーまあでも鈴木君はあんまかけにいかないので有名なんで、まあ今でも半角だからスクリューは入れとかないとまずいっしょ。いやまあスクリューより台足っていうタイプだよ。スクリューやっちゃうとやっぱ一回動き止まっちゃうんで、さあ高めにいく。さあグラウンドアップ相打ち、さあ体力リーダー下のザンギ、これで待てますが、待てるけどクレイジーがあるんでなかなかこれは終わりでしょう、うん、多分でも今のタイミングクレイジー出ない。まあ抜けることはできたのね、さあ高めからジャンプで逃げる。さあさすがスト5を結構やってるMB X は基本ジャンプじゃ抜けられないですけどね。さあしかしそんなにドンピシャで投げが重なってるわけではないので、さあ MB が変にクレイジーに削りにいかなければ大丈夫かなっていうところまで来ましたね。さあグランド削りに終始した。さあそして MB が2人抜きかな。そうですね。さあそしてこっち界は話と誰だっけ、とりあえず話さんが出てきた。話が出てきましたね。さあバイソンはおやつというふうに言っている。話ホイホイが見れるのか。なんかスターさんとかも結構ケチョンケチョンにやられたらしいからね。おっと、あのレバー入れ大キックガードすると結構よろしくない状況になるのにきっちりヘッドに抜けてきましたね。さあ打ってくこれも半角、あ、活性すんだ上でしたね。さあやっぱり調子に乗せたくない男、まあ、しかし調子に乗せたくないのははだしも同じことこういうキャラクター調子に乗せちゃダメですっていう。さあ今んとこ、あ、さあ投げて画面端投げてクレイジー、おっと浮いてたレックだったのかな、よくわかんないですけど大キック投げをやろうとしてたのが強気のつかみ、支援打てねえだろ怖くてと。投げ回りは狭いからね、セイロン今のは多分支援以外抜けないでしょ。さあ強気にいったが、さあそして出てくるのは沼バイソン大将かな、大将ですね、さあしかし沼さんだったらやってくれるに違いない先導的なポジションですからね。さあ先手を取ったのは沼バイソン、4WD 硬い立ち回りでは相当定評ありますからね。さあ大足ヘッドで勝つ、そしてさすがに仕込んでないから今のは負け格ですね、ヘッドがたまらないんで冷静ですねやっぱ。まあリバーサル出せばだからミスってくれるの期待で今のはさあ掴みに行ってMBも行ってるんだと思います。さあ無理にはいかない、お中盤止めだ、結構止まりますよね。いやまあ止まるけど、さあ今度は1点 MB のターン、さあなんか見てから沼さんが何かしようとしてるんですけどことごとく間に合ってないというかMB の勢い、あーっと打っていくかね、おっとないかよあそこでヘッド出しますか、やべえなあれスカップなら中盤オーバーで死にまで見えますからね。さあ先手を取ったの MB、 やばいやばい乗ってきた何があってもいい方向に転ぶというね。さあ危険なんか知らんけど構わず突っ込む、そしてこれ終わり、グランド。さあ MB が4立て、さあ勝ったのは大森でですね。さあじゃあ準決勝第1試合ですね、寄せ集めとザ・カーニバル。じゃあ伝統と信頼のグッチ会、伝統と信頼度ってそれは負けるという意味でどうかな、どうなんでしょうさあ予選なんか抜け筆頭候補と言われているザ・カーニバルと、さあ寄せ集め、さあしかし寄せ集めは結構強いですよこれ。寄せ集めは AOB、今日はバルログじゃなくて S 剣ですね。ラウールさんの竜と、オロさんのベガとオロナインさんのベガとジェネティの DJ、 これ博士がきついですね。そうね、ダルシムが鬼門になります、さあ OK です。じゃあ 1P 側が、寄せ集め、 2P 側があれですね、 2P 側が、ザ・カーニバル。さあザ・カーニバルは黒いワンホンダで、寄せ集めはジェネティ TJ、 見たことねえ読み的には当たってるのかもしれないが勝つ気が全くしないですね。いやあいつね、ガイルとか DJ ガイルとかうまいんだよ。いやうまいんだろうけどどうなんだろうさあしかしそうですね、一戦級相手ですからね。そうさあ球は打ててる、あバイアルって投げる、この辺は一瞬の動きですね。あれチュンリーの動きだろどう見ても。さあ怖い前に本田を着地させているが、あさあ投げて、さあここからさあ出ねえとか言って、さあはめられて喜んでいるあたりは一瞬と一緒。DJ 使いはね、何か危ないことあったらとりあえずバックジャンプしてしゃがみショーパー打ってますからね。さあやばいっすよ。さああのバックジャンプダイパー何なんだろうな。さあスライディングでさあだから中足にガイル並みの信頼を置いて打ってますがリーチはないっすよ。そうだな。まあでも本田戦は使えるからね。さあ死んだっぽい、死んだっぽいね。さあリバーサルト出ました。さあ多分 AOB さんの S 剣がいくかと思ったんですけれども、ラウールさんのようですね、竜を当てたと。まあ、あ確かに S 剣よりは竜の方がいいですね。ラウールさん立ち回りはすごいですね。そうですね。さあ岐阜ラウールさんも乗せると非常に怖いんで、そうね、ここ結構キーポイントだと思います。まあ多分ジェレティの役目は相手の戦法を見ることだったと思うんで、もう仕事はしたなっていう。まあ確かにスカウターみたいなもんだからね。はい。さあダイヤシャドウ、あれはほとんどガードするしかない。さあ冷たい歩き下がり。さあ一番嫌な真空対空ですね。あれは本田使いしびれるやつです。そうですね、百列中心に打たないタイプにはそれでいかないといけないんで。さあこれは読んでいた。さあ大脱巻き、これは大いちょうがわあミスった。大いちょうじゃなくて大絶きで落とすんですよね大体あれ。あそうなんだ。地上の投げ合いはね意外とね、あやばい。でも話やっとけばさあシック使わないが、あさあ大昇竜、これはシックで風で確定ですね。100巻出されても OK と。さあこれはお手本のような本田戦、たまちゃんか博士でしょうがどっちが出るかな。さあラウルさんクラスになるとちょっとサブキャラの DJ がきつそうな感じはしますね。前もって言っときますが1ラウンド目取られると選ばれますのでご注意ください。さあそして出てくるたまちゃんのバイソン、これを倒すのは結構至難の技。そうですね、タマちゃんはノーマル系のキャラには本当にうまいですからね。回転系とかお互いため系とかは特に回転系が苦手な印象はありますが、そうね。さああおっと投げてピオリーチ長、さあ落ち着いている。おっと中腰投げ、さあ乗ってるラウル竜、この竜も乗せちゃダメなタイプですね。やっぱラウルさんもともとあれでしょ、オアシスとかでやったりとか、そうそうそう、なんかお途中に対マンして結構いい勝負したとかすごい話聞きますよ。さあ波動でピヨ、眠い状況だが、おっときっちり出る。あれ出るとやばいね、やばいね。左足、あお危ない危ない危ない、今クレジ溜まってたんですが中足圧倒しましたね。さすがですね。さあ博士きつい場面で回ってきましたね。さあ、残っているのが DJ と考えるとこれ負けられないですよ。鷹の爪さんから長津さん KKY さん頑張ってくださいと。で私はもう頑張る場所なくなりましたんで運営手伝いの方頑張ります。さあなんか妙に迷ってるがさすがに博士だよね。博士か大西が行く、大西君が行きますね。残ってんのが S 剣と S 剣とベガ、ベガか。あまあダルシム取っとけばいけると、まあそうねいう考え方なんですかね。ベガにはでも DJ 取っといてもいいと思うんですけどね。さあしかしラウールさんね、きっちり待っての大昇竜対空、いや本当にうまいですよ。ああ受け身がないのはちょっと痛いが、受け身がないのはかなり痛いが、さあしかし真空さえたまればこの組み合わせはみたいな感じです。さあ中盤対空、さあさすが大西君あそこら辺うまいですね。いや先ほどもねチームのピンチになりかかったところを救いましたからね。さあ真空打たない、飛び当たるね、おっと飛び決まって、真空溜まってる状況でね逆に追い詰められてたんですけどね。さあ開幕ファイヤー、あの技ほんと強いね。さあ中足スライディングの終わりにちゃんと見てますね。さあ差し込み中ライディングにしかしだいぶラウルさんの方もケアしだしたという感じ。大西君はあれですね、飛び道具使ってないキャラクターがメインだから結構前歩きますね。そうですね、ために固執しないのはDJ 使いは結構後ろきっちり下がってとかスライディングでためながらという行動が多いんですけど、よく前に歩く。どうだ、うまい。さあ前に歩って投げる。あー、さあ差し込んで今のすら食らったら、あーっと、さあ投げた。さあこれは大きかったですね。さあ出ていくのはオロナインさんのベガか、AOB さんの、そうですよね、S 剣からいきますよね。 S 剣からですね、当然だと思います。さあ S 剣というキャラクター、おっと飛び込み昇竜、半分減りました。半分減ったよこのキャラ。さあくぐり投げなんかサードみたいなこと言ってますけど、さああのジャンプ台キックね、実は、まあ、スライディングで潰れるんですけどね。さあ青葉さんなかなかエアスラをガードしてくれない。さあ足込み飛び、さあおちゃらせに行って、いい空中だとまきでしたね。そうですね、まあ S 系の空中だとまき、確か2分の1ガードのついてるはず。まああんま関係ない状況ではありましたが、めくり、あ、そうか、でもめくりだと なるタイミングじゃないんだよね確か。さあ今度はしっかり溜めている。さあじゃ、さあ投げる、受け身はないです。受け身ないから投げに行くのはいいですね。とはいえね、昇竜強いんでね、おお歩いている、本当に歩ってる、投げている、投げてくる。さあスト2の原点に立ち返った、立ち回り踏んだ。無理に置き攻めにはいかないですね。確かに S 系はそれでもいいと思いますよ。そうですね、やっぱ見せて投げられると寒いことになるんで。さあしかし大西 DJ は本当に歩って前詰めますね。しかしさすがに打たないと押されていきますね。押されますね、いくらなんでも S 系相手だと。あ、さあめくりが決まったが、さあここからいけない。そう最速で中足と、とりあえず空中で食らっとけばっていう。おっと今のはうまい。さあトマトカーニバル、今のはいい判断でしたね。あれね、昇竜暴れが小だったのがポイントでしたね。大とかで逃げとけば安く済んだから、すごい遠くまで離れればっていうね。そう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 、 S 剣ならではのっていう。さあそして出てくるのはオロナインさん、ワンちゃん生かしきりましたね。さあこれでカーニバルが1点大優勢。そうですね。さあオロさんは思いっきりのいい行動で、いやーこれきついんですよ、当たり前だけど、まあ、きついんだけどね、まあ、しかし大西君はもともとベガ使いなので、ベガの嫌なことはよく知ってるはず。さあ中盤、さあ投げに行ったが、ダブル25が全部投げられてるのはね、ちょっとですね、あの辺で先制することができるかどうかでだいぶ変わるんですが、さあよくガードしたが、さあしゃがみダイパー、しゃがみショーパン、みんな潰れるからね。さあ正面からいったが、あっと飛びミス、これは痛い、ちょっと早かった。さあしゃがみダイパー、しゃがみダイパー強えな、あれ強いよねいろんなキャラクター泣かせてるからね。あとジャンプショーパンね。さあきっちり見ている。さあ大西ベガが、ベガじゃないや、大西 DJ が決めて、カーニバルは決勝進出。さあ準決勝第2試合、どうも初めまして対、大森で、さあ大西はわしが育てたって誰やなんか千一さんみたいなこと言ってますけれども、 MK スーパーキャンセルさん知らないなあ。そういやなんか司会やってたジャイアンさんはどこ行ったの？飯食いに行ってます。ああそう、チームメイトとなんか顔合わせということで。なるほどなるほど。じゃあ準決勝第2試合、そうですね、大体1時半までには全部終わる感じでしょう。ちょうどいい感じですね。2時からはい、じゃあ準備できたので着席して始めてください。さあユリッチが先方で出てくるよ。さあ寄せ集めの大森はユリッチで、寄せ集めは大森がユリッチ、フランさんかな。 2P 側が大森、1P 側がどうもはじめまして、フランさんのバイソン対、ユリッチのさあバイソンに浮気していたユリッチですが、さあバイソンに浮気してただけあってバイソンが嫌なことは知ってるのか。さあ投げてく、投げてく、さあ掴んだ。さあ距離を置いて、ユリッチの基本ルーチンは相手が返すまでは一生同じことをやるという、まあそうなりますね。でさあ体力同じぐらいになった。さあクレイジーに打っていく、まずそう構わず劣化、そしてさあデカめのターンパンチまああれですよね。さあ支援で割って、こっちはヘッドで割っていく。さあグランドアン飛びしてない。おっと投げ返した。さあ当たって、おっとピオリーチだったんだが投げる。ピオリーチっていうか連動技当たってピオリ確定なんだよね、あれ。うん、なんか前に寄り切りだけどつながるときは余裕でピオリねさあレッカーで決めてって、さあピオリよね。あの大さあ気持ちよさそうになってるユリッチ。さあ大キック投げを狙ってるわけじゃなくて、いやだから自動2択みたいな、あれは狙って大キックしてると思いますよ。あそう、うん、あれ出始め空中から投げれないんだよね。投げれないっすね。さあ決めないと、そうですね。さあそして出てくるのは誰？鈴鹿だらしですね。テさんでしょ。え？テさんでしょ。そうかどうかどうか。え？あ、大森か。あ、そうだ。テさんだよね。寄せ集めの方は。さあジャクレック固めから脱出した。さあスナイパー。中キック。これや。あれっすよ、ユリッチ勝つと博士とやってっからよっていうやつですよ。ああまあそうよくあるパターンね。さあジャクレック固め、これは相当いやらしい。おっとテレポートうまい。さあ税務署からすらすと、税務署って言ってももう知らないね。知らないだろうな普通に、ね、さあテさんがフラフラ系の立ち回りですが、これは痛い。さあ投げて、そうあのジャクレックは下手なおやつで手出すと巻き込まれる。投げあれダルシム何が正解なの？レックジャクレックキャンセルくぐって投げスラガード回り。さあジャンプ中キック低め、これは痛い。さあこれおっと連続が失敗が、さあフライ暴れフォローの支援。さあ薬屋行くか。同キャラは嫌だと思いますが、これで剣を出すのもしんどい。確かに戦略的には薬屋でしょうが、さあそろそろあと剣、さあミヤさんの剣ですね。さあしかしユリッチは先方とかで行かせると相当伸び伸びやるタイプなんでね。さあ投げて、さあ削りですね。これはどうしようもないです。龍だと劣化に対して相性でなんか疲れる時あるとか言いますけど、中なんだ。さあアッパー重ねからと昇竜出していく、これは怖い。林さあ体力リードした。ああ嫌な当たり方した。これがフェイロンの恐ろしさ。さあこれで大将同キャラ、さあ薬屋対、さああれですね、ユリッチとさあモア勢の残党、そうですねモア勢の残党対椎名町の残党みたいな感じで、さあお互い離れてなぜか支援を打ってくる。さあ薬屋がとこれはきっちり決めてくる、うまいっすね。投げて、さあこれでユリッチは誰とやってるからよって言えるんですかね言えないじゃないですか、ね、さあ今度はユリッチの方が攻めてく、さあ薬屋が冷静、おっとお釣りがあんだけ痛すぎだろ、お釣り4割みたいな感じちょっとめり込んだらあれかよみたいな釣りの方がでかいじゃねえかみたいなね。さあ離れてゲージを貯めていく、まあなんかフェイロン使いにはその何かやると半分減るからとても怖くて仕掛けられないんだよ。まあそうだろうね手に受け身を取れないみたいな感じ、ね、さあ投げていって、ああミスった、ああごまかした。さあユリッチのごまかしが4盾失敗して食らった後になんか支援暴れしてるっていうねこれユリッチが散々暴れてたまちゃんのところ当たると全然役に立たなくて負けて、もうそういうパターンですよ絶対。よくあるパターンねさあということで決勝はカーニバルと大森。大盛りでっていうとなんか神保町の芋屋を思い出すんだけどねおわと大盛りでとかって、ああまあまあ確かに角のお客さん大盛りですとかね、そういう感じですよまあエビの尻尾までちゃんと食べるとね大盛り無料になるからね、っていうかもうなくなっちゃったけど移転しましたね今、神田天丼屋って名前で、ちょっと近いところにあり、あれのれん分けの店でしょ神田天丼屋は。てかマスターは変わってない、あそうなんだ、要は看板外しただけ。やっちゃう。さあユリッチのドヤ顔が目に浮かぶと友田君も、ああまあそうですね、まあ多分そのイメージ、その通りのドヤ顔してました、イメージ通りですね、はい、はい、さあ当日1枠しかない当日枠を取るのはどっちのチームなのか今回当日枠きつすぎませんかねそうねさあ大本命と呼ばれてるカーニバルも楽な勝ち上がりじゃないですからね、全然楽じゃないと思いますよ、ぶっ放しのそばとカーニバルさえ食らわなければみたいな、なんか聞いた過去のある話ですがさあちょっと作戦会議が長いか、まあ慎重になりますよね、ここはねそうなるでしょう。キャラ構成も結構ね、お互いバイソンがいてダルシムがいてさあ決まった、では着席して始めてください。先鋒戦は黒いワン対鈴鹿、さあ鈴鹿としてはここは見せどころ、まあでも DJ 戦に取っときたかったところはあると思うんで、この当たり方は本意なのかどうかっていう話ですが、あとや打ちになってしまった。おっとショーパン止めていく、さあこれ以上近づかせてはいけないのが楽しみ、ギリギリで踏みとどまっている。さあショーパン冷静、おっといい大キックですね、今のは立ち切りは良かったですね。さあファイアーモードに入っていく、ここからの近づき方が絶妙なのが黒岩さんなんですが、そうですね、さあ冷静だぞ。あの距離のスラストに勝てるのは本田ジャンプショーパンチだけなんですよ。 X も一応勝てんだ、もうちょっと近いと大パンとか今試合が終わりかけた瞬間です。あっと今のファイヤーだったんだろうな、痛い。さあこれはやばい。まあまあしょうがないですね、こんな感じでねあっという間に取り返されるのがこのカード怖いところでして、そうですね、自分もいつも楽させていただきますからね。いやー本当に。さあ開幕バックジャンプ台はまあ安定なんだろうね。さあ怖いが。さあそしてこれは確定内角の前投げ。そしてフレーム前離して。さあこれここどうだいのか重要ですね。さあこれは通してしまった。今のはブラストを打っときたかったが、なんとかだがまだ鬼無双食らえる、食らえる。ああインフェルノ、これはさあこれはでかいでかい。黒岩さん話だったと思うんですけどね、あれそうね、ちょっと漏れちゃったからって感じのインフェルノの食らい方。最後のヨガファイヤーに対しての前ジャンプ中キックは本田はもう飛んだ瞬間ジャンプショーパンチとかさ出しとかないといけないんで、全然ありますよ、あるね。さあたまちゃん出てきた。さあたまちゃん対鈴鹿ダルシム。さあおっと冷静、まだ予選博士出番ないんですよね。ないね。それが吉と出るか京と出るか。おっとこれは完全にダルシムペース。あっ今のファイヤー当たったのはでかかった。さあ中盤グラウンドを通して掴んでいく。あっという間に逆っている。なんだこのゲーム痛いゲームですね。さあしかし鈴鹿も冷静にさあグラウンドを掴み、さあリスクを背負わせに行きますね。あったあっと大パンから打ったところにグラウンド、おっとうまく暴れて、これさあしかしこれゲージがたまるとやばいパターン。これはインフェルノ削り殺し。さあどうだ、このラウンド超重要になるかも。確かにあファイヤー、おっとおっとちょっとは冷静だった。さあダルシンペース中央今のところダルシンペース大パンだ相打ち。これちょっと倍走もきついんじゃない。ああよく暴れた今の出会い。さあインフェルノがあるので、あこれでかいぞ。いやいやちょっとミスった。あガードしたけど大パンというか立ち台キック根性値やばくね。打ちたかったねファイヤー。いや今のはまあミスあったけど、まあよくたまちゃんが踏ん張ったなっていうとがめたらたまちゃんを褒めたい。バイソン側としてはねもう積み状況だったんですよね。あれは垂直ジャンプに立ち台キック相打ちでほぼモッペンファイヤーで終わりって感じですね。さあモア勢に恩返しできるかユリッチ。あった中足、まああるレックだーつか今のはない確定っぽいな。確定です。大レックじゃなかったのかな。まあ支援も多分間に合わないよね。あのレックがワンヒットワンガードの時は内角内角だよね。さあちょっとこれはさすがにきつそうか。おっとさあほいあめくあめくりはちょっとしづらいんじゃないかな。飛び越し支援を狙ったっぽいかな。投げてさあホイホイタイムですよね。大返しに行くわな。あもうしょうがねえ、しょうがねえや強くね。迷いがない来られるとやっぱフィーロンは面倒くさいよね。しかしたまちゃんが爆弾処理している。できるできるバイト。まあここまでは予定調和残ってんのが残ってんのがエモさんとブランカとバイソン。ブランカきついな。てかこれ相手ダルシムと DJ どうするかっていうのがね、まずはタモちゃん倒さないとっていう話ですから。そうなんだよな。バイソンタマちゃんどのキャラはどうなんだろう。いや割とアグレッシブに行くタイプ。わーっと掴みが鋭い。差し返しでなんか投げてる感じだな。お繋がってなかったがまあワンチャン。ただ MB は乗せると怖いので。さあ落ち攻めうわーっとちょっと見せたか。うわ今おおあのヘッド打てるのが MB の凄さだと思いますが、掴んでもう1点さらに。さあ今度は投げない。さあよくガードしたがどうだ。さあお互いたまった。あっパラした打っていく。裁判どうだ、まだ分からんぞ。ただ体力がないんで、おおいいいい、ダンパさあしっかり出して、どうだここでおヘッド、大ヘッド打っちゃえばいいだろう。いやーなんかやってくると思ったんでしょ。まあやってきましたね。さあこれは体勢消したが勝負。エモさんの意地に期待したい。これ勝ってもね DJ ダルシムだからな。そうなんすよ、ブランカは相当ワンチャンあるとはいえ、たまちゃんが踏ん張りますね。ですね、まあまだ分かりません。もう短パンチ冷めない感じですね、バイソンは。まあいらないと思いますこのカード。ああどうぞ、今のめくれないが痛い。さあ削ってきっちりガードかんで、まだ分からん。そうしてナイスガード。おっとタッチマジか。今のめくり入ってればね、まあしょうがないっす。タッチコパンで返すか。さあ相打ち、相打ちは惜しい。ガードしてガードに入らない。入らないんですよねこれは。ネオブランカが、まあ、悪くない立ち回りなんです。相打ち、ああ今ローリング出なかった、痛いですね。そう、あと3段ピョンないが、ああこれよく打った。無責任クレイジー、だいぶ味返した。おお分かんねえ、うまい。さあこれはまああれはねずらせるんでね難しいです。まあつかみがちょっと怖いからバクチっちゃバクチなんですけど、まあまああの状況は打った方がいいと思います。まあ期待値期待値、持久戦になるとやっぱあの状況からでも不利だからね。おっといい中足壊して、さあああ中盤頭突きで、いやまあでもピヨンなかったから、さっきピヨンなかったから多分早めの投げに行ったのかな。投げに行かない、冷たい。ああまだ削れ、ああこれで終わったか。いやああ最後削られたか、しょうがないっす。ということでカーニバルが当日予選抜けと。ここはカーニバルですね。まあ結局予定通りと。おめでとうございます。おめでとうございます。1回戦は有名です。じゃあ本番は2時からなんでしばらくお待ちください。でかいんか。これわかんないんですよ。かっこいいな。